モスは岩手県盛岡市にある映画館を併設したショッピングセンターである。盛岡大鳥ショッピングスクリーンの略称である。建物はモスビルと呼ばれる。本校ではかつて当地に存在した大英盛岡店についても記述する。1973年5月に盛岡大通商店街の一角に開業し、盛岡市の中心商店街大通。 再演の共同セールを行うなど地元と協調して、集客の核として機能してきた大英森岡店が、郊外に進出した大型店との競合で、売り上げが低迷していたため、大英の経営悪化に伴う経営再建策として、行われた不採算店閉鎖の一環として2005年11月27日に閉店した。店舗の所有者だった岩手自動車販売は、 店舗閉鎖の決定直後から閉店後も店舗のビルを活用して地元の集客の核となる店舗を後継として承知することを目指して2005年11月に新商業施設の計画を発表してテナントの公募と出店の調整を進め盛岡市も子育て支援施設を入居させる計画を立てていたがビルの老朽化が進んでいて耐震性の確保に 多額の補修費がかかることが判明したとして2006年3月15日に店舗跡地の解体と旧店舗の南側に隣接していた駐車場に新たな商業施設を建設する構想を発表した。岩手自動車販売と中央住宅産業が店舗跡地とその南側の駐車場跡地に店舗と駐車場の入るビルを新築して2006年12月9日に モスとして開業した。モスは森岡大通商店街の一角にあり、ショッピングスクリーンと名付けられている通り、テナントには食品売り場を担う食品スーパーや書店、カフェといった商業施設だけでなく映画館も入居しているほか、敷地内にイベントなどが実施できる広場的なスペースがある。ロゴデザインは道県出身のグラフィックデザイナーである小島良平が担当した。 また、建物のデザインや周辺の整備は街並みに調和するように配慮。周辺には遊歩道や休憩スペース、モニュメントが作られており、中心市街地活性化にも貢献することが期待されている。キャッチコピーは森岡市出身のコピーライター安倍信樹によるなかなかの街中。2009年10月にモスと JR 森岡駅の間に日用雑貨や衣類。 食料品、産直施設が入るクロステラスが開業したため、同年12月5日から当店に近い百貨店の当施設とクロステラス、川徳の3店共同スタンプラリーを実施するなど、共同での販売促進企画を始めている。全、スクリーンとも、サラウンド EX、DTS 対応。ありがとうございます。